第一朗読、出处エジプト記。モーセが身を翻して山を下るとき、二枚の掟の板が彼の手にあり、板には文字が書かれていた。その両面に表にも裏にも文字が書かれていた。その板は神ご自身が作られ、筆跡も神ご自身のものであり、板に彫り刻まれていた。ヨシュアが民のどよめく声を聞いて、モーセに、宿営で戦いの声がします。と言うと、モーセは言った。これは勝利の叫び声でも、敗戦の叫び声でもない。私が聞くのは、歌を歌う声だ。宿営に近づくと、彼は若い雄牛の像と踊りを見た。モーセは激しく怒って、手に持っていた板を投げつけ、山のふもとで砕いた。そして彼らが作った若い雄牛の像を取って火で焼き、それを粉々に砕いて水の上に撒き散らし、イスラエルの人々に飲ませた。モーセはアロンに、この民があなたに一体何をしたというので、あなたはこの民にこんな大きな罪を犯させたのか、と言うと、アロンは言った。私の主よ、どうか怒らないでください。この民が悪いことはあなたもご存知です。彼らは私に、我々に先立って進む神々を作ってください。我々をエジプトの国から導き上った人、あのモーセがどうなってしまったのかわからないからです。と言いましたので、私が彼らに、誰でも金を持っている者はそれを外しなさい。と言うと、彼らは私に差し出しました。私がそれを火に投げ入れると、この若い雄牛ができたのです。翌日になって、モーセは民に言った。お前たちは大きな罪を犯した。今、私は主のもとに登ってゆく。あるいは、お前たちの罪のために贖いができるかもしれない。モーセは主のもとに戻って言った。ああ、この民は大きな罪を犯し、金の髪を作りました。今、もしもあなたが彼らの罪をお許しくださるのであれば、もしそれが叶わなければ、どうかこの私をあなたが書き記された書の中から消し去ってください。主はモーセに言われた。私に罪を犯した者は誰でも私の書から消し去る。しかし今、私があなたに告げたところにこの民を導いていきなさい。見よ。私の使いがあなたに先立っていく。しかし、私の裁きの日に、私は彼らをその罪のゆえに罰する。神の御言葉、神に感謝。私たちの戦争に命じられた神の技を思い起こそう。力ある不思議な技。彼らは神の契約を守らず、教えに従って歩もうとせず、神の行われた技と示された不思議な技を忘れ去った。神の技を思い起こそう。力Hallelujah, hallelujah.
地は御心のままに真理の言葉によって私たちを生み、磯仏の初穂とされた。ハレルヤ、ハレルヤ。マタイによる福音。その時イエスは別の例えを持ち出して人々に言われた。天の国はガラス種に似ている。人がこれを取って畑に撒けば、どんな種よりも小さいのに成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。また別の例えをお話になった。天の国はパン種に似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜると、やがて全体が膨れる。イエスはこれらのことを皆例えを用いて群衆に語られ、例えを用いないでは何も語られなかった。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。私は口を開いて例えを用い、天地創造の時から隠されていたことを告げる。主の御言葉、キリストに賛美。